こんにちは、速稼塾の久保です。スマートフォンというのは非常に便利な機能がついてますよね。その中でも画像を撮るこのカメラの機能がものすごく優れてきてました。暗いところでもね、結構撮れますしね。で、望遠も効きますし、私もね、結構こう写真を撮って、Google マップとかにどんどん投稿したりね、SNS に上げたりするのがすごく楽しみなんですけどね。その中でも、ちょっと今回の事件っていうのは、またね、性的な被害者が生まれる、そんな事件でございました。しかもね、これ加害者が、学校の先生なんですよ、またしても。ちょっと記事読んでみましょうか。はい。買い物中の女子高生のスカート内、スマホで盗撮、中学教諭を逮捕ということで読売新聞に出ております。千葉県、流山署は18日、ガソン市、なんてこれ、ガソン市っていうんですか、私立中学校教諭の男26歳、まだお若い、を県迷惑防止条例盗撮の疑いで逮捕したということでございます。いや、このね、スマートフォンね、スカートの中にスポッと入れてね、いろいろとこうしているのは分かるんですけども、バレますって。バレる以前に、それをするね、リスク合わないんじゃないかなと思うんですけども、そういうことをやってみたいもんなんでしょうかね。はい、記事に戻ります。発表によると、男は17日午後6時15分頃、流山市の大高の森南、もういろいろと読みにくいですねすいません、商業施設、流山大高の森、ショッピングセンターの雑貨店で、買い物中の女子高生17歳のスカートの中をスマートフォンで盗撮した疑い、容疑を認めているということで、疑いではなくて確実にやったということでございました。これによってね、もう先生の職も追われるんだと思いますけども、なんと言いますかね、学校の先生が全員そうだとは思いたくないんですけども、これほどまでに事件が続くと、学校の先生はみんなそうなんかいっていうふうなね、そんな記載もしてしまいますから、一人の行動がね、全体をやっぱり先入観で覆ってしまうこともありますので、そういった意味でもこれね、学校の先生ちょっとこれはね、考え直した方がいいのかなと思いますし、将来ある女の子がね、こういうふうなことで傷を負ってしまったりとかね、ある意味学校に行っても、その恥ずかしめられたりするわけですよ。お前スカート盗撮されたんだってみたいな感じでね、誰がお前なんかスカート盗撮すんだよ、気持ち悪いみたいなことを、心ないこと言われてダブルショック受けたりとかね。で、逆にその女の子とちょっとお付き合いしてる方とかね、それから女の子が憧れてる方とかがいたら、もうその恋愛ですらちょっと影響があるのかなと思いますし、これから先のことを考えた時に、男性に対してのね、恐怖心とかも出てきちゃったりとか、どうなんですかね。細かいことまで考えてもキリがないんですけども、もろもろの影響があるということを考えて、今一度理性的な行動をね、取るべきかと思います。いつも申し上げてますけども、こういうことしたかったら、やっぱりね、そういったお店に行って正々堂々とこっそりやった方がいいんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。では、いってらっしゃい。